はい、こんにちは。今回はウェストアームズのマグナーブローバックからホーグ KK スペシャルデラックスエディションご紹介したいと思います。先般のね、ライブでね、音当てクイズで登場した銃です。恐ろしいことにね、当てる方がいらっしゃるというのがすごい。はい、マニアの耳っていうものはすごいですね。もう私なんか投稿呼ばないですね。大感動の、一夜でございました。はい、これね、ずいぶん前にね、購入したのはね、2019年の末ですね。はい、多分末っていうのは10月頃ですね。で、ご紹介したのはね、またそのずいぶん後になったと思うんですけれどもね、理由はね、このマガジンのここを落としちゃいましてね、ひん曲げてしまって、それを直すまで紹介できなかったと。まあ他のマガジン使ってもいいんですけども、それもおかしな話なんで、純正のマガジンでやりたいなと思って、結構時間がかかったと。その時にね、試写した結果がこれだったんですよ。あ、ここに書いてありますね。はい、2019年12月にね、はい、やってますね。はい、ということはもう、3年ぐらい経つわけですね。で、今回ね、家族で打ってみてどうなんだろうかと。まあ、先ほどお見せしたようなね、集団があるならば、かなりね、期待ができるんじゃないかなと思ってね、今回改めてね、遊んでみました。3000と輝きますね。ケー、国本ね。もう、特定の、まあ、我々なんかもそうですが、若い頃はもう憧れの人ですよね。ビジュアルもね、なかなか良くて、スラッとしててね。決してね、その大柄ではないけれどもね、アメリカの海兵隊に、度肝を抜くデモンストレーションの話とかね、ワク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 しながらね、読ませてもらいましたね。でね、その、方がね、お金に止めはつけないで作ってくれみたいな感じの話でしたよね、確か雑誌ではね。はい、ね、メインスプリングハウジングがね、ストレートなの私大好きですね。あとこの間ね、ライブの時もかみさんとね、話したんですけれどもね、やっぱり以前ガルシアとか打った時、ここがやっぱツルツルで油なんかついてると、さすがにこうこちら側にブレが出るよねっていうのが、やっぱりここね、しっかりこうグリップできるっていうことはね、かなりこれはいいですね。特に片手で打った時、ここ重要ですね。私のようなね、手のあんまり大きくないものに関してはね。さあ、サイトもね、贅を尽くしたね、当時としてはものであって、はい、でハンマーを起こすとね、こういうね、いいですね、見た目ね。で、このね、キストラクターのね、なんていうか、モールドっていうのもね、嬉しいですね。これなんかちょっと、銃ごとにね、深さが変わったりしてくれると、なおね、面白いんですけれども、まあそんな、贅沢を望んでもしょうがないですね。アンビのセーフティは非常に軽くね、上がります。これは非常に使いやすいです。で、角型トリガーガード。もう特定の世代にはね、たまらないあれですね、形ですね。ぎょっとしましたよね、最初見た時ね、なんだろうこれはっていう。でもそのね、専門誌の記事によるんですけれども、もう機能ということでカスタムするとこうなるのかみたいなね。当時の70年代の我々にとってみてはこれだけでも存分に画期的なカスタムに見えましたね。その後なんかもうどんどんね、なんじゃこれみたいなあれにカスタムがどんどん出てきますけれどもね、これはすごかったですね。でちょっと待ってくれ。はい、でね、スライドストップ、ね、ロングスライドストップがついています。スライドストップしてホールドオープンするとこういう形で、このロングね、リコイルスプリングガイドのね、音でどんどん特定されていったという、音当てクイズの時にはね、すごかったですね。もう怖い怖い、本当にもうただただ尊敬です。さて、一応ね、軽くスペックをおさらいしておきましょう。まず重さですね、899ね、こんな感じです。そしてトリガープルですね、このあたりは結構重要ですよね。もう何しろね、 KK スペシャルですからね。トリガープルは気になるところですね。どのぐらいなんだろう。73、1回目。2回目。
74ということですね。はい、トリガーの切れはねこのぐらい遊びますね。でそれがこのぐらい遊んでこんな感じです。ちょっと先っぽで押した方がいいか。このぐらい遊んでカチン。どのぐらいブレるかをねちょっと確認してみてください。最後にプルッってバレルがしたのはハンマーに叩かれてですから、ほぼブレずにいきますね。トリガーを引くことによってこっちにブレたりこっちにブレたりこっちにブレたりっていうのはないと思います。はい、初速も測ってみましょう。おっといってね、 SS のねまた BB で測りますね、初速はね。はい、ガスはねもうチャージしてありますんでね。今マグは私が握りましたんで、これどのぐらいになってるかっていうと、まあこのぐらいの温度に表面はなっています。ちょっと放置してこう煽ったりして27.5 ぐらいまで下がりますかね。こんな感じですね。はい、でいつもの初速計で測りましょうね。装填してやっぱりこのカシャってこうね、エアガンであってもね装填した時はドキドキしますね。モデルがもっとドキドキしますけれどもね、未だにね。はい、じゃあ初速測定です。あら、取れなかった。 0.61 ジュール。 0.62 ジュール。 0.62 ジュール。このぐらいですね。はい、もちろん法定範囲内で安心して遊べる。ただねやっぱり音が最近ね、私の気のせいなのかな、すんごい音が大きく聞こえるんですよ、夜間のね。嬉しいことなんですけどね、キーンとね、耳が年取っちゃってあれかな、鼓膜が硬くなっちゃったのかなっていう感じですけどね。はい、ということで初速はね、0.6 ジュールぐらい、でしたね。はい、でねやっぱりね打ってるうちにねこちら側のグリップが少しね緩んできます。ここがね、ここ増し締めが結構私必要ですけど、あんまりしちゃうとねっていうところがあるんで、はい、この辺はねあんまり気にしないようにしてるんですけど、やっぱり握った時ねここのね、手の腹のところですね、ここがこうちょっとずれるような感じになるんで、このグリップのねガタつき、この音聞こえますかね。これだって昨日打った時増し締めちゃんとしたんですよということでね。はい、まあ、ちょっとかませれば何かいいと思いますけれどもね、ちょっとそこはね気になるところですね。それ以外はねスライドもねガタつきもなくピッとタイトですね。はい、いいですね。さて気になる試射結果ですね。かなりね今回は期待度高くね取り組んだんですけれどもね、案の定でしたね。はい、じゃあご覧いただきましょう。我が家でね家族でね、打った結果です。みんな練習をだいたい40発ぐらいした後に、本番に臨んでおります。はい、どうでしょう、これ私ちょっと外しちゃったんでせがれということでね、もうスコア的にもう40いっちゃってますからね、これはすげえことなんじゃねえかなと思って、はい、神さんもねちゃんとこういう 7.5m でもここに集めて、せがれもこの辺で、私がやってしまいましたね。もうねこれねちょっと右に着弾してたんですよね、それを忘れてしまって思いっきりここ狙ってこっち行っちゃいましたね。注意とこれがここに集まってたらと思うとね、とんでもないことになりましたね、スコア的にはね。で片手はもう神さんの独壇場ですもんね、いつもね、今回もねバシバシバシとね、ど真ん中含めて、でせがれもど真ん中含めてバシバシバシと、でその2人に置いてきぼりになってくるのが私でございまして、一発は外にすら外してしまうという低たらく、
もうね、本当に隠居を考えますね、これね。はい。で、5メートル左。やっぱり神さんですね。片手なんであいつあんなにいいんだろうって感じなんですけど。こんな集めちゃいますよ。私も結構頑張ったんですけどもね。で、せがれもこんなもん。これが素晴らしいですね。で、7.5 メートルの右片手になっても、片手の鬼、奥さんやっぱりね、このぐらいにこう集めてきやがると。私全然情けなかったですね、今回ね。せがれもまあ3つぐらい、まあ、こんな感じですね。ということで、今回、全平均が 29.1 と。まあ私みたいなポンコツがいますから、単純に平均取っちゃうのもかわいそうなんですけれども、まあこれからは3人のうちで、一番良かった人間のスコア、を平均するとかね、ちょっとそんなことも考えたりいろいろとしてますけれども、とりあえず我が家のルールで言うと、3人で言った全平均が 29.1 っていうのは、これを超えるのは、もうあの M92 のウェスタムズのスコアマスターとかですね、あと KSC の945とかね、そのぐらいになっちゃいますね。素晴らしいです。よくさすがに当たったなと思います。でもっとそのね、エクセルというかスプレッドシートで、記録つけてますんで、もっと驚いたのがこいつの、一つ上の行にあったのは M1934 ですよ。これが平均27ぐらいですから、あいつすごすぎって感じでしたね。さて5メートル集団です。どうでしょう。まあいい銃ですね。先ほどのこれと照合していただいても全く遜色ない。まあやっぱりこのぐらいに集まるんだよねっていう銃ですよね。はい。まあさすが KK スペシャルと言っておけばよろしいんでしょうか。はい。とにかく期待通りによく当たったんでね、もう家族ともども楽しめました。はい。私ももちろんね、一番楽しくやったんですけどもね、何しろね、スコア的に私どん兵衛なんでね。そういえばどん兵衛の駆け上げのやつがね、ご紹介いただいて手に入りましたんで、はい、いやそれにしてもね、本当はよく当たる銃なんですね。ちょっとね、右の方に着弾するっていうのを、なんで私は今上から見たらね、これサイトは、ま、真ん中にいますね、ちゃんと。本当に楽しいですよ。空打ちしてても楽しいですよね。でとにかくこのね、握り込んだ時のボブチャウのね、あの拷問的なあれとは違うんですよね。ピタッとこうフィットしますね。はい。それでなおかつ操作性ね、私の指でもちゃんとにかかるこの、スライドストップ、あとこのアンビのセーフティーね、アンビじゃなくてもいいやって思う時あるんですけれども、こういう風にやっぱり自分もね、左で打つ時にやっぱり左でかい、あのこの左手に持ったまま解除したいしね、これが片方しかないとね、解除こうやなきゃなんないですからね。それよりもやっぱりこうやって片手でパッパッとこうね、操作できるっていうのは、ちょっとメカを操作するっていう喜びが出ますね。弾を発射させるっていう喜びよりもね、こういうカスタムね、ガツンガツンきます。この辺がね、しびれる感じですね。はい。期待通りね、よく当たってくれました。はい。角型トリガーガードも懐かしい、ホーグ KK スペシャル。最後にもうちょっとね、外見を舐めさせていただいて、あのペロペロ舐めるわけじゃないですよ、はい、舐めるようにね、映させていただいて、はい、お別れしたいと思いますね。このサインで1万円ぐらいですかね。はい、プラス、はい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 、このねマガジンのね、バンパーいいですね、真鍮製のバンパーは。これがためにスムーズに起こってくるっていうのがあるんですけど、もともとね、あのガスガンの場合はね、マガジン自体が鋳物で重いですからね、こういうところは非常に使い勝手はいいですよね。モデルガンはね、昔モデルガンによっちゃ引っ張らないと取れないやつとかもありましたからね、はい、ポニョンポニョンと出てくるようになったのは MGC の、樹脂製のガバメント GM2 あたりからでしたかね。まあね、その時代からね、30何年経つとね、エアガンという形ではありながらね、こういうモデルがね、登場して、撃って楽しい、見て楽しいね、持って楽しいっていうね、何拍子も揃ったモデルがね、手に入る世の中がまだ続いている。そういう意味ではね、各メーカーさんに感謝ですね。
ということで、今回はウエストアームズのマグナブローバックからホーグ KK スペシャルデラックスエディション、ご紹介させていただきました。ではまた。